ヌーリスターン州はアフガニスタン東部の州である。面積は9267平方キロメートル。総人口は約14万人。人口密度は15人。平方キロである。ヌーリスタン県と表記されることもある。州とはパールーン。ヌーリスターンとは光に照らされた土地という意味である。ヌーリスターン州の地図。ヌーリスターン州の町は黒い太字で表記してある。 ヌーリスターン州は4000メートル以上の山々が連なるヒンドゥークシュ山脈の山中にある。州内はアリンガール川やペーチ川など3つの河川流域に分かれており、ラグマン州のカーブル川やクナル州のクナル川に注いでいる。冬季は厳しい寒さに見舞われる。2017年2月にアフガニスタン全域を襲った寒波ではヌーリスターン州の被害が最も深刻で、 なだれや寒波による死者の数は少なくとも68人となった。厳しい地形と気象条件により、冬季にはなだれが州内で多数発生する。2012年には45人以上、2017年には68人以上が死亡した。ヌーリスターン人はインドヨーロッパソゴア社の末裔だと考えられている。また、ヌーリスターンは、 アレクサンドロス大王が遠征の際に通過した土地に当たるので、ヌーリスターン人はアレクサンドロス大王の末裔だという風説も西欧にある1890年代まで、この地域はカーフィリスターンとして知られていた。民族的に他地域とは異なるアニミズムを信仰する約6万人のヌーリスターン人が居住していたからである。 しかし1895年から1896年に、この地はアブドゥラフマーアンハーンに征服され、住民はイスラム教に強制的に改修させられた。そして、土地の名も異教の民がイスラームの光に照らされたとして、ヌーリストアンと改称された。1978年にはアフガニスタン民主共和国が成立し、翌年ソビエト連邦軍が軍事介入して、 アフガニスタン紛争が始まった。ムジャーヒディーンはアフガニスタン各地でゲリラ活動を繰り広げたが、1981年頃のヌーリスターン州はその中でも特にゲリラ活動が活発な地域の一つだった。州東部はマラウヤ・フザルの軍閥が支配し、サウジアラビアやパキスタンの支援を受けて反独立状態にあった。 その頃のヌーリスターン州は、ラグマン州やクナル州の一部だったが、1988年7月に独立した州になった。2001年9月、アメリカ同時多発テロ事件が起き、10月にはアメリカ合衆国がアフガニスタンに侵攻し、有志連合や北部同盟と共に戦闘を開始した。しかしターアリバーンなどは、パキスタンの連邦直轄部族地域へ逃げ込み、 国境地帯のヌーリスターン州やなる州でゲリラ活動を展開した。2003年7月、連合軍はマウンテンリゾルブ作戦を実施し、イスラム党の指揮官、グラムサヘを殺害した。2004年10月に第1回の大統領選挙が実施され、ヌーリスターン州ではハーミド・カルザイ大統領が最多得票を得た。2005年頃のヌーリスターン州では、 国境警備の警察がないこと、壁地で労働者が集まらないこと、ククシュズ族とキャンディッシュ族の12年間にわたる対立、アレンズ族とウィックル族の土地と水争い、州西部のズニャ族とペイヤー族の対立などが問題になっていた。2006年4月、連合軍はマウンテンライオン作戦を実施したが、8月に反政府軍がカームデー主軍のアメリカ軍基地を攻撃した。 10月には国際治安支援部隊がアフガニスタン東部で活動を開始した。2008年6月、ワーイガル軍のアメリカ軍全勝基地がタリバーンやイスラム島、ラシカレトイバなどに攻撃されてワナとの戦いが起き、アメリカ軍がワーイガル軍から撤退した。2009年8月に第2回の大統領選挙が実施され、ヌーリスターン州ではハーミド・カルザイ大統領が 最多得票を得た。しかし10月にカームデイシュの戦いが起き、2012年6月にはカームデイシュ軍の政府関係の建物が襲撃されるなど、州の東部を中心に不安定な状態が続いている。一方、州の治安部隊は人員や武器、食料の不足により士気が上がらず、州知事や州警察の長官は武器や給料の横領により逮捕され、住民は 病院や道路の整備の遅れにより不満を募らせている。このような状況下で、反乱軍は8軍中4軍を掌握しており、奪還のめどは立っていないという。2014年4月、第3回の大統領選挙が実施され、ヌーリスターン州では、アブドラ・アブドラ元外相が最多得票を得た。ヌーリスターン州の行政区分州等を含め1市7県を要する。バーグ。 アイマタールカム族ドドアブ、カタ族コンデッシュ、EN、コンデッシュ、ンリーン、カム族の本拠地マンデルカム族、ナーガーアームパルンシュートパルーンワマースコリー族の本拠地、カタ族はイグル、カタ族の本拠地、ヌーリスターン州のトウモロコシやリンゴ、桃の生産量は全国的に見て平均より少なく、小麦や大麦の生産量は全国的に見ても最下位レベルである。幹線道路は、 カーブルからラグマーン州やクナル州まではつながっているが、ヌーリスターン州には届いていない。州内の約4分の3の道路は自動車で通行できず、1年を通して通行可能な道路は1割しかない。中央政府はヌールガラーム郡などで橋の建設を行っている。ヌーリスターン人には6つの主要部族があり、カタ族とカルシャ族が最も多く、アスコリ族やカム族、サトラ族や、 パルスン族が続く。ヌーリスターン州の主要言語はヌーリスターン語でありパシャイ語が続く。識字率は14%である。ありがとうございます。